Welcome to シルビチャンネル。どうも、シルビです。アークサバイバーエロプルブ。そんなわけで、ゴンさんが行くアークサバイバーエボルブです。なんか言ってるね、みんな。やり作ろうぜ。作れない。うっと、サバイバー、サバイバー絶対死なない。これは死にたくないでござる。ハチェット。これ必須だからね。あとこれ？ゴンさん。行く。やばい、暗い。予想以上に暗い。腹減るの早くね？やばいよね。とりあえず用意しのぼう。すいません。寒くなった。冷えた。よし。肉、食料を求めていかないとやばいよね。あ、マップはオフラインの方が通用するんだ。へえ。浮いてる。
に行こうしな、に行く。痛い痛い肉72。お、すげえすげえ。1万モルガナ、エンターピンコード入れろと。誰かいたんですけど。まあなんかいたよね。ちょっと足がすごいむくんでた。お、すげえこれ。肉が欲しいね。あ、またなんか建造物がある。壊されてるね、これ。壊されてる。戦いがあったの。肉をくれ。ほら、ほらほら。すげえ、こんなんだ。メタルアイテムヒア。ポーチ。鉄でなんか作れるんだ。肉肉。
さて、硬すぎじゃね？びっくりしたわ。欲しいんです、肉が。お腹が減って、ほら力が出ない。なんだここは。なんかいろいろありますね、先住民どもが。ちょっとフードこう上げとこう。どうなんだろう、減るの、減るスピード減るのかな。真っ暗ですけど。焚き火を見つけて、あったあった。何の使えばいい。まあ体力もそうですけど、ちょっとフードとウェイトかなぁ。まあそれメレか、メレダメージちょっとだけ。ハイドスリーピングバッグ覚えておこうか。はい、そんな感じでこれからちょこちょことこのサーバー304かでやっていこうかなと思います。まだ全く右も左もわからない状況ですけど、まあそれがまたいいのかなという感じです。案外出くわさないですね、ありがたい話ですけど。いきなり殺されたりするのかなと思ったんですけど、そういうわけではないよ。で、他の人の作ったこの施設にアクセスできるようなので、ガンガン使っていって、ね、資材は持ち運べるか。なんか拠点は中途半端に作ると壊されるっぽいから、どっかこっそりとインベントリーを作るぐらいな感じですかね。はい、そんな感じでございました。とりあえずこれを焼いて、それからログオフしてって感じですね。その間、ログをオフしてる間に、なんか、こんな肉なんか置いてたら取られちゃったりすると嫌なんで。さすがにログオフしてる間は、この持ってるのも腐ったりはしないでしょう。それが腐っちゃうと、結構やりづらくなるから、ゲームとしてね。と思うんですけど、どうでしょうね。
おお、すげえ。すげえな。壊したい。出た。爆発物で壊したい。もうレベル1だからね。あ、まだ3とか4だし。のんびりやりましょう。おっと、困ったちゃん、危ねえ。ちょっとびっくりした。あれ？とか。ちょっと木が欲しいな。終わるつもりが。そのなんていうんですかね、体勢をメイクしたサバイバルゲームも面白そうですね。ちょっとやってみたいなと思いました。そのサバイバルで生き残る系のレベルとか なしにとりあえずなんかサバイバルするみたいなのもありかな。これどうしてもなんていうんですか、レベルだから先に行ってるやつらが強いじゃないですか。そういうのない世界も、そういうのもちょっとやってみたいなという気がしました。どうしてもね、その辺はねアーリーの方が強いから。これ全部焼けたら終わり。じゃあこれ壊してどうなの。気にはならない。ならない。はい、そしたら今回はこの辺でログオフしようかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。